はまずこちらのニュースからです。安倍総理大臣にトランプ大統領、中国の習近平国家主席は世界経済をリードする国々として世界的な課題について。続いて日本のある言葉に注目が集まっています。生きがい、生きがい、生きがい、生きがいを人材育成に活用しようという動きも出始めています。企業コンサルタントのパウロ・ドンクルシスさん、今従業員のモチベーションを向上させるため生きがいの考え方を説いています。研修の対象となるのは企業の幹部社員たちです。部下たちの得意なこと、好きなことは何か、それをいかに引き出すことが重要かを説明しました。I'm reflecting on what do I want to do, what, where do I find happiness, where do I find, where do I get strength, and now it's time to develop, to figure out what I need. And I think the question around where do I want to go with my life, what is really important with me, is I think with everybody. And then I learned about this ikigai, which really spoke to me because it is verySimple to understand. It's also a way that you can continue for a very long time. このヨーロッパの人の方がこう人生を楽しむっていうイメージがあったんですけれども、この、ね、生きがいっていう言葉に当たる言葉がないっていうのは意外でしたね。そうですよね。で、現地の専門家によりますと、ヨーロッパでは仕事は夕方頃になると雨の降るところが多くなってくるでしょう。今日日中の予想最高気温です。北海道は3度から6度。こちらは横浜の今の様子。